去り際のロキ殿の表情、まるでもう二度と会えぬかのようだ。一体何をやり遂げようとしているのか。ロキ殿を探し出し真意を問わねば。敵の中にはロキ殿の行方を知る者もいるはず。確かめねば。なんだ、敵か。俺が行こう。一丁やるか。旋風砲。ロキ殿はどこにおられる。ロキだと知らないな。拙者が参る。なぜここに敵が。ロキ殿の居場所をご存知か。お聞かせ願いたい。知らねえな。どこかで貴様らを滅ぼす算段でもしてるはずさ。早く追いつかねば。他の場所も探してみよう。さすがです。あなたならばと思っておりました。奇襲か。迎撃せよ。ロキ殿を探している。居場所を教えていただこう。しかし知らねえよ。知っていても敵に落ちやしないがな。ここでもなかったか。ロキ殿一体どこに。さすがです。あなたならばと思っておりました。貴様、敵軍か。のこのこ入り込むとはいい度胸だ。鬼が出る。うっさい。健康一滴。ロキ殿は今どこに。お答えいただこう。俺とて命を落ち、ここは教えるしかないか。ロキは中央の拠点にいるはずだ。さっきそちらへ向かうのを見たからな。そちらにロキ殿は。かたじけない。先に出してやろう。超光明が討ち取り申した。あれは雪村。まさか私を追ってきたというのか。騒がしいと。その程度の数ここまで乗り込んでくるとは。ちょうどいい。ロキ、怪物どもを使い奴らを始末してやる。できるのならばよ。怪物ども侵入者を迎える。拙者の前よ。さすがです。あなたならばと思っておりました。拙者の前よ。共に行かん。任せておけ。存外粘るもんだ。ならばこれはどう。さすがです。あなたならばと思っておりました。あれは兄上。
それに親方様、大使が討ち取った。お前たちの底力存分に見せる。いけ、奴らの望みを断ち切るな。雪村、このままでは大切な友を死に追いやる。この痛みを私は知っている。でしょう。もう二度と同じ過ちは犯さない。蹴りをつける。真大マスガです。あなたならばと思っておりました。しかと見よ、これぞブロック。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに懸命でいられるのだろう。敗北というのもなかなか面白い。またお前と戦えるのが楽しみだ。こんなところで死ぬ気なのか、雪村。君がそのつもりだとしても私がさせはしない。ロキ殿、お会いできてよかった。あなたともう一度話がしたかったのです。金棒と行くか。わかりました。ああ、私もだよ。だが今はこの状況をどうにかすることを考えよう。どれ、敵将撃ち取ったり。ロキ殿と共に戦えることを嬉しく思います。ですがこのままではあなたは主を裏切ることに。ロキ殿、本当に良いのですか。俺が行く。泣けろ。主を裏切るなどどうということもないさ。友を失う痛みに比べればな。ロキ、やはり裏切る。愚かだ。ならばお前にも絶望を与える。この力生きて帰れると思う。この数の怪物、とても相手にはできない。敵の少ない道を選び死地を抜け出そう。はい、共に参りましょう。ロキ殿、泣けろ。さすがです。あなたならばと思っておりました。だが無駄だ。我が槍に迷いはない。まさに無双と呼ぶにふさわしい力だな。オーディンが危機として飛びつきそうだ。ルギの輩よ、直江兼津が相手だ。手はずは満足だい。今こそ攻め立ててやろう。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに懸命でいられるのだろう。だが我らに力を合わせれば必ずよ。雪村、君と私ならきっとこの基地を切り抜けられる。さすがです。あなたならばと思っておりました。さあ、我らにあだなす愚か者を終わりにする。あれは、器ですよ。
の幻影か。兄上や親方様だけでなく三成殿まで。でしょう、上皇明が討ち取り申した。武勇とて引けは取らぬ。なんと圧倒的な力だ。拙者に会える。いつもなら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろうな。無駄だ、オーディン。もうその手は通じぬ。万来しよう。拙者の前、武の頂き、見えろ。行きな、あと少しだ。ここさえ抜ければ、なんとか逃げ切れる。ロキ殿と二人なら、必ずや。さあ、共に参りましょう。そう簡単に逃がすと思うか。拙者が参る。滅びの敵、拙者が参る。やったいただき。さすがです、あなたならばと思っておりました。